来月23日に大阪御堂筋と神戸三宮で行われる阪神タイガースとオリックスバファローズの優勝記念パレード大阪と神戸で合わせて5億円とされるパレードの事業費を賄うため大阪府の吉村知事と兵庫県の斉藤知事はクラウドファンディングによる個人からの寄付や企業からの協賛の受け付けを明日から行うと発表しました あの五億円っ非常に金額大きいので、なんとか集めなきゃっていうのが、僕らの正直なところ一生懸命あの呼びかけをしようというふうに思っています。個人からの寄付は、専用のホームページで三千円以上から受け付けられ、金額に応じてキーホルダーや T シャツなど、両球団のオリジナルグッズが返礼品として送られます。また企企業業のの協賛でではパレードの車などに企業名が掲示されるとということです。 受け付け期間は来月30日までです。